はいどうもファンネルです。ジャッジアイズ続きをやっていきます。ではバーテンダーに行きましょう。綾部に会いにと思ったんだけど、またあれ敵だなこれ。ごめんね、バーテンダー入っちゃいます。あれ入れない、くそ。ちょっと待って、ならばえらい、うらうら、あ自転車投げてきたな、よいしょ。くそー、しょっぱなからこんなめんどくさい敵と戦うにはならんとは。でよいしょ、ちょっと待ってね、またこれを持って痛いんだけど攻撃力高えな。よいしょよいしょ、急がないとまた警察来ちゃう。待ってね、よいしょ、えい、いやー防御力高い。よいしょ、まあ警察来るようだったらちょっとあれですけど、おーおーおー、よいしょ、これ持ってよいしょよいしょよいしょ、待ってね、おらよ、コンボが決まらない。あこれ警察来ちゃうな多分。よいしょ、てい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 、よし、あこれで終わりか。いやいいのもらったな。で待ってね、落とし物が確かあって、お金かな、これ誰、今サイドなんだ、サイドケースとかサイドミッションの類はいらないのでちょっと回復しますね。アイテムで、まあ食べ物系はいっぱいあるので、どうすっかね、ヘルシーバランスで食べて、ゴールドピザマンを食べて2つ食べれば OK かな。よし、じゃあバーテンダー行きます。絡まれてると入れないのね。まあそりゃそうか、店内が荒れちゃうからね、喧嘩になったら。綾部いました。情報屋も繁盛するね、綾部刑事。おかげさまでな。昨夜松金組が撃たれた事件、何か情報は？それがあんまりねえんだよ。あんまりない？大体お前らにも松金組に東ってネタ元がいいんだろ。耳が早いな、誰に聞いた？海藤さん。さっき海藤から。は？なんで言うんだよ海藤さん。あいつのことは黙ってた方がよくないか？もし羽村にバレたらあいつの立場がまずくなんだぞ。綾部の場合バレてから口止めじゃ遅いんだよ。バレる前に口止めしとく方がずっと安全だ。そういうことか。そういうこと。これでもプロなんでね。プロって汚職刑事のだろ。好きに言えよ。ただ今日はマジで大したネタがないんだ。悪いな。なんだ、じゃあ俺はただ酒おごらされただけかよ。待てよ、そんな風に言われちゃ心外だな。じゃあこれ一杯分の勘定は情報で払ってく。どんな？実は昨夜から羽村が姿を消してる。知ってたか？組の事務所にもずっといねえ。目下警察でも行方を追ってるとこだ。それならもう東に聞いてた。今のでグラス一杯か。綾部情報は高えな。分かったよもう。なら、なんか他に聞きたいことがありゃ言え。世間話ってことでただでいい。お、じゃあ聞いてみよう。3人黙って飲んでてもつまんないからな。世間話ね。じゃあそうだな。さあ連続正解ボーナスもありますね。最近のカムロ町だ。これが失敗っぽいな。悪徳でか、あこれも失敗っぽいな。まあ松金組の今の様子。松金組は今どんな様子だ？昨夜殺しの現場になっちまったからな。警察に囲まれて身動き取れねえってとこだろ。さすがにおとなしいもんだ。で教令会はなぜカムロ町に来た？これはでもそれは羽村の頭を狙ってんだもんね。まあ聞いとくわ。そもそもの話、教令会はなんでカムロ町に来てるんだ？わざわざ関西。ああそっか、もともと来てる人たちか。東京にも縄張り持ちたいからだろ。東上会と交渉してでも。教令会はそこまで強い組織なのか。まあ
東条街2万5千に比べたら強霊街はせいぜい1000人程度。おお、全然戦力比が。田室町じゃ完全にアウェーだし、全然だ。なんで来るんだんじゃん。普通に考えれば勝負になんないな。ああ、強霊街は 1,2 年前から神室町に出てきたが、すぐ東条街に潰されるだろうって警察でもそう見てた。じゃあなんでそうはならなかった。強霊街のバックには関西の梶平グループってのがついてる。その資金力がでかいんだよ。梶平ってゼネコン大手の。そうだ。その梶平系列の仇の会社を強霊界は隠れ蓑にしてた。それが KJ アートだ。そういうことか。なるほど。確かに金のあるバックがいなきゃいきなり強霊界の東京進出は難しいかもな。梶平は強霊界とどういう関係なんだ。大手のゼネコンがなんでヤクザなんかに金を。実は東京進出の野心を持っているのは強霊界じゃなくて多分梶平の方だ。東京ででかい再開発を進めようとしていたらしい。再開発？どんな？さあな。でもわざわざ関西から乗り込むんだ。でかい話だろうよ。でその手の話には汚れ仕事がつきものだろう。だろうね。どういう？地上げとか立ち逃せ、あとは政治的な根回しとか。梶平のそれを全部受け負ってるのが強霊界よ。そういう噂だ。多分とか噂とか、貴重な情報ありがとうよ。でも一時期は梶平の会長も頻繁に東京へ来てた。それは間違いねえんだぞ。で政治家とか役人、変わったとこで厚生労働省の風見大臣にも何度か会ってた。ゼネコンと厚労大臣、そんなのがあって何話すの。さあな。とにかく強霊界が神室町に来たのは極道の理屈だけじゃねえ。もう少し複雑なんだよ。複雑ね。でこれどっちだ。連続正解ボーナス。まあこれは綾部のことだからね。でもこっちミスっぽいな。まあいいや。あんたの目から見て最近の神室町はどうなってる。昨夜の一件で一層空気が悪くなっちまったな。また高層の流れ玉が肩木にも飛んでくるかもってよ。ああ、モグラの犠牲者も今までは極道だけだったけどな。流れ玉に目をえぐる殺人鬼、そりゃおっかないよな。ああ、それより知ってるか。お前が始めたモグラって呼び名、刑事たちも使い出しててな。なんで？町の中でも割と通じんだぞ。へえ。さあ、まあ綾部のことはいいでしょう。なんか煽りになっちゃうから。はい、帰りましょう。じゃあそろそろ帰るよ。なんだ、もういいのか。ああ、十分だ。ん？誰？八神に海藤だな。おっと、警察だ。神室署組対の黒岩だ。来ちゃいましたね、ここに。これ大丈夫？綾部。黒岩、お前らが無罪にしてくれた羽村は俺がわっぱかけたやつだった。へえ、だから？おかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。うん、どういたしまして。うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さんいらしてたんすか。まあ仕事サボって飲みに来たんだ。ギクってなる。お前もだろ、綾部。そんなサボるだなんて。じゃあ俺らはこれで。なあ、一つ教えてくれるか。3年前お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。
なのに、この間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ？教えてくれよ、八神先生。いい煽り方してくれんじゃねえか。これ綾部大丈夫なのかな。めっちゃ怒られるかもしれないね。怒られるで済めばまあいいんだろうけど、ちょっときつい。ああいう手合いには慣れてんだよ。黒岩は何しに来たんだ？多分あいつは綾部のバイトもお見通しなんだろう。でやりすぎないように釘刺しに来たとか。そういうことか。なるほど。それとも俺らの顔を見に来たか。あいつに目つけられたら面倒になりそうだ。どうする？今夜は俺らも店じまいにするか？いや、その前に教令会をもう少し調べたい。うん？なんでだよ。今まで俺は連中がただ単にカムロ町の島を狙ってるだけだと思ってた。でもゼネコンがバックについてたり、再開発のビジネスも絡んでる。俺らは本当の教令会を知らないってことか。でもよ、連中を調べるってどうやってだ？俺たち教令会には友達がいたろ。一人いましたね。村瀬のことだな。村瀬のとこに行く。刑事アートだ。行って何か話してくれるような人ではないとは思うんだけど、とりあえずじゃあ行ってみますか。これ海藤さん一緒に来てくれてる？あ、来てくれてる。これで喧嘩になっても大丈夫。あ、むしろ逆か。待ってね。違う、バーテンダーになってるな。KJ アートにこれ直して、あ、いいか、ここだよね、 KJ アート多分。じゃあ、ごめんごめん、くるっと回って、失礼。あ、あいつらエンカウントする人だ。海藤さんいればちょっと楽になるんで、よし、この看板を持って、あ、しまった。うら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 、ちょっと待って、よいしょ、痛い、よいしょ、で、よいしょ、海藤さん大丈夫？よいしょ、この看板でけえ、当たんねえ、よいしょ、よいしょ、ダウンしてんじゃないよ、当たんないじゃない、攻撃、よいしょ、よいしょ、海藤さんナイス、後ろ、よよよよ、オッケー。あんまり攻撃してくれないね、海藤さん。よいしょ、ちょっと回復アイテムというかお食事をします。ツナおにぎり、あー、まあ2つ食べるか。よし、海藤さんも食べるかい？おにぎりいっぱい持ってんだぜ。お、これはムービーになるか。タボ、この先行くと KJ アートだ。はい。となるとドローンの出番だろ。今日の村瀬くんを覗いてやろうぜ。俺ら KJ アートはもう慣れたもんだな。こっちだ。またあれ、上から行くのかい。あ、こっち今度は屋上からいつも偵察。あー、そっか、あのはしご登るんだな。了解、ちょっと待ってね。伸びたコイル、よし、いいね、はしご登るの早いですよ。よいしょ、ドローン。よし、それじゃあ偵察してみっか。オッケー、オッケー、鳩は俺が飛ばす。海藤さんは人の出入りを見張っててくれ。では私が飛ばします。でドローンはアプリでフライトでいいんだよね。よし、ちょっと操作方法を変えたのでいつもよりは楽です。危ない危ない危ない。あ、いた、村瀬。また猫いんのかな。でもこれはカメラどうすればいいんだ。ん、合わせれば中に入るわけじゃないよね。なんか安定性悪いな。違う違う違う、写真撮った写真が、
あれが村瀬でしょ。見る。なんか書類かなんか書いてんのかな。もうロバレすんじゃないのこれ。村瀬だ。やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。そうかい？さっきから中、人が少なすぎねえか？そうか。あ、後ろ。お？動くな。バレてた？あら。まあそりゃ同じとこで何回もやってたらバレるわな。昨日うちのが松金組弾いたとこやで。登場会の返しを楽しみにしとった。要するにうちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。いっぱい来た。八神さん、どうする？海藤さん、どうするって。こんなのどうしようもねえだろ。やっぱりお前らが登場会やったらもうとっくに両目えぐってるけどな。傷つけよ。おい、賑やかなマッチや。一二発撃ったとこで誰も気づかんで。これ誰？誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん。あんたは誰だ？教令会若頭、塩やっちゅうもんや。あ、なんか聞いたな、確か。前々回ぐらいで名前出たような気がする。教令会のナンバー2か。東が言ってた。おい、サルグツバと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。やる。なめた真似し腐って。海藤さん、そいつからぶち殺したれ。え、タボ。お、やるや。おお、お前なんで？驚いてる暇なんてないんじゃない？そうだね。だよな。やるぞ、タバ。さあ、おはじきはなくなりました。なんだっけ、海藤さんと目配せしたんで、私も一気に反撃にするのかなと思ったら、海藤さんだけがそんな感じになったんだね。よいしょ。おら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 、なんか見物してる。おらおらおら、まず数を減らす。よいしょよいしょ。おらよっと。ちょっと待ってね。で、あー、これ強いのかな。よいしょ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 、こっち。よいしょ。オッケー、ゴンんーゴンで、こいつ多分本気モードになるから。あ、まだ来るか。しまった。お前らやったり。これは面倒だ。待ってね、これに変えて。よいしょ、なんか内股になってるけど、あいつ大丈夫？ちょっと危ないかも。よいしょ。あ、いいもん持ってるこいつ。刀欲しい。刀欲しいよ。よし、刀落としたかな。やば、倒れちゃった。よいしょ。う痛い痛いよ。なんか呼んでくれた。仮面の男がもうやばいんだけど。よいしょ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 。オッケーで一戦にして。やばい、仮面の男がもうやられる。痛い。よいしょ。なんだ、まだいるか。さっさと来いやみたいな誰か言ってたね。お、ガードって何ボタンだっけ。ちょっとガードのボタンを忘れちゃってますね、私。よっ、よいしょ。カウンターみたいなの入ったね。
ナンバー2を乗しましたね。いやー、また危機一髪を助けてくれた。もういい、ずらかるぞ、タボ。ここまでにしとこう。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした？うん、わかった。あら、来てくれんだ。来んのかよ。待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら命がないで。おお、すげえキック。お、顔を見せてくれるか。なんだよ、お面が必要なほどブサイクじゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか。だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。あれ、あのホストじゃなかったの？よし、行くぞ。やべ、私壮大な勘違いをしてた。実は羽村の兄貴の証言をしてくれたホストがいるんですけど、あの人が実はこいつだったんじゃないかって思い込んでたんだけど、全然違かったわ。なあ、あんたらなんでわざわざうちに集まってくるんだよ。確かに。もしかして迷惑だったか。それ、兄貴たちといるところを頭に見られたら。羽村の頭は雲隠れしてんだ。しばらく大丈夫だろ。だからってね。だいたいそいつ誰です？名前は？杉浦文也。元窃盗団メンバー。元だね。俺は前にもこの杉浦君に助けられたんだ。そのお面、例のカムロ町の窃盗団ってのが確かそんなの被ってんだよな。あそこはもう抜けたよ。今は一人。それよりお前、さっきはなんであの場にいた？言いたくないか。いや、どこから話したもんかと思ってさ。ちょっと込み入った話でね。込み入ってるの？僕ね、前は梶平グループで働いてたんだ。関西の本社で。それは込み入ってますね。奨励会のバックについてる？そう。そこで社内の IT 管理の仕事をしてたの。サイバー攻撃を防いだりとか、そういうシステムエンジニアってやつ？ SE ですね。窃盗団のメンバーが元梶平の社員だった？それで？うん。ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん？グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。で、僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。あららららら。らそこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が強霊会ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。 KJ アートはその行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば僕をはめた連中に仕返しができる。そういうことね。つまりこの杉浦は梶平グループに恨みを持っている。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。あら、見てたんだ。じゃあさっき俺らを助けてくれたのはなんでだ？八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。実はその時も悪い話じゃないのかなって、いつか組んでも損はないと思ってたんだ。
八神探偵事務所とはさ。特にそっちの海藤さん。え？さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。見てて惚れ惚れしちゃったよ。お前若いのになかなか見どころがあるな。調子良すぎだって。なあ、やっぱこの話俺んとこでする必要あったか。ないね。どうかな、僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。うん、そうだね。八神さんはモグラ、僕は強霊界。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。そうだね。そっちに連絡するときはどうすればいい？あら、もう番号知ってた？あ、ていうかそれは知ってるか、こっちのは。これで大丈夫でしょ。なんで俺の番号知ってんだ？携帯を勝手に拝借したでしょ。あ、そういうことか。その時チェックしてたから。探偵事務所の名刺かなんかに書いてあったのかと思ったけど。なんてやつだ。まあこれででもあの仮面の人のことも分かりましたね。ちょっと待ってね、海藤さんと話して。杉浦君はなかなかいい青年だったね。ごめん、距離近いわ。あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえがよ。持ちつ持たれつくらいでやってく分には悪くねえと見たぜ。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。俺は事務所に戻るよ。お、じゃあな。はい、またねと。じゃあちょっと、東とも。もう帰れよ、あんたら。うちも今日はもう店じまいだ。そもそもあんま気軽に来んじゃねえよ。ごめんごめん。確かに。はい、では戻りましょう、事務所に。事務所に戻る間にまた一悶着あんのか、それともなくそのまま今日は寝るとかって出るかはわからないですが、あー結構遠いな。まあいいや。よし、うっ、誰かに気づかれた。もういいんだ、もう戦いたくない今日は。無駄かい？お前ら足遅いだろ。さあ逃げ切ったな多分。でもどうせこの先にもいるんだろう。お、電話。え、爆弾魔とかじゃねえよな。ん？マスターから？もしもし。マスター何のよ。おう、ターボー、ちょっと今面白いことになっててな、マリネーの身の上話が聞けるかもしれないぞ。ん？は？マリネーの？マリネー、あの人身の上話なんてしないだろ。俺だって聞いたことないよ。今夜はいつもと違う、ターボー、お前さえいればな。どういうこと？今客同士でマリネーの正体を推理し合って賭けをしてるとこなんだよ。だがみんなの推理はどうも的外れみたいで、名探偵の登場が待望されてるわけだ。はあ、俺さっき天田に行ったばかりだよね。また来いっての？まあまあそう言わずにさ、賭けに勝てば一儲けできるぞ。じゃ待ってるからな、頼んだぞ。切られちまった。強引なんだか商売上手なんだか。とりあえず天田に行ってみるか。あら、メインストーリー変わりましたね。はい、じゃあまあ天田も近いし今回以上にしましょう。次回ではそのテンダーに行って、なんかマリネーの身の上話聞くのをやってみたいと思います。新着メッセージ、ちょっと待ってね。あ、サナちゃんですね。はい、これはまあ後で私動画外でやっておきます。ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。またね。